内で似顔絵ルネッサンスやってるんだって、見に行こうっと。テクテクテク、あ、本当だ、熟成の似顔絵ルネッサンス入ってみようっと。あ、入ってみた、入った。誰かがいるけど映さないようにしてみます。こんな感じで結構広い場所にいろんな熟成の絵があります。あれ、これはなんと私小川原智子の絵じゃないですか。そして次にあるのが、ちょっと全体を見てみましょう。大野さんの絵ですね。 1,2,3,4,5,6 6枚あります。ちょっと寄ってみますね。あれ、ここにいるのはなんと山藤先生素晴らしい、キリストになっております。そしてこれが私の一番好きな絵です。そしてというわけで大野さんの絵でした。じゃあ次は誰の絵かな。細かい絵がいっぱいあるな。うう、オリンピックの人を全部描いてる。これは橋本さんですね。さすが細かい手仕事もきちんとしてる。そしてこのシリーズとしては昔と今ですね。加山雄三さんの昔、50年前と今、50年ですよ。ちょっと短い人も探してみましょう。似顔絵タイムトンネルですからね。私が気に入ってるフミヤさんも出してみます。昔はチェッカーズでチェックとよく着てましたね。今眼鏡かけたりして雰囲気変わりました。35年。そしてここもまた全部紹介すると大変なんでざっと流します。似顔絵いろはかるたとなってます。でドーン、このサインがケンさんのサインです。そしてあー、かっこいい絵がある。この絵は誰の絵、こんなおしゃれな絵がある。はい、このおしゃれな絵は小島すすむさんの絵でした。素敵ですね。北北西に進路をとれ、ドカーン。次に行くと、ここはどこ、ここは水族館、いえいえ、ポートレントアクエリアムでした。いろんな人がお魚ちゃんになってます。私が好きなお魚ちゃんはこのエツコです。海藻の陰に隠れてますね。あらま、宇田川さんです。はい、こんな絵をたくさん描いています。そして実はここにいるんですよ。荒川さんはすぐそこにいるんですけど出てきてくれません。私に説明しろって言ってます。はい、頑張って荒川さんの絵の説明させていただきます。はい、ここに荒川さんのプロフィールがあって、今この似顔絵よりもスリムになってイケメンになっております。ベイスターズ似顔絵です。私はこの中の人誰も知りません。さて次はあのこのヘアスタイルに目が行く、わお。そして今度はスノーマンもいるね、かわいい。で、あら、この人をこんな風に描いちゃっていいのかしら。この人をこんな鼻にしていいのかしらと思ってたら、この人には鼻がない。一体誰なんでしょう。藤井さんでしたね、アナウンサーの。というわけで荒川さんでした。次はラグビーが好きな人ですね。当たり前か。坂西さんは実はラグビー好き。こんな人たちを描いています。一
人一人ちょっと見ていきましょうね。はい、この人が一番目につくかな。そしてなんと荒川区じゃなかった世田谷区在住の佐々木英子さんです。なんと版画ですよ。版画、木版画30分の2、30枚吸ってんのかな。そしてこっちはこちら、この素晴らしき世界ってタイトルも入ってますね。20分の1。そして名探偵ポアロもいますよ。これが30分の3枚目ですね。 E3 ですね。そしていい、ね、あ、この似顔絵そっくり。そしてよく見るとお、み、山なんて自分の名字が顔に入ってる自画像なんか描いちゃってこじゃれてますね。さあ見ていきますね。ドラモですね。小太郎キュンって書いてあるからドラモ。そしてこれは、あ、わかる。そしてこれは、そしてこれは、そしてこれ、これが私ものすごい見てるので今全部わかりますよ。一番好きなのはドドドーン、この人の顔が好き、言葉上皇でしたっけね。はい、義経をこんな風に描くなんて、うわー、素晴らしいですね。そして中村さん、中村さんの絵です。今回はお笑いでまとめてるんですよ。なんと私のテーマと同じモデルを描いています。カエル亭さん、あー、こう描けばよかったのか。そして千鳥さん、あー、こう描けばよかったのか。そしてトレンディエンジェルさん、あー、顔を描かなければよかったのか。というわけで顔なんか描いてないでしょ、中身を。それでも似てる。なんとそれが中村そうめん。そしてお笑いのその大御所も入れつつまとめているのがこの辺りです。名前も書いてあるので分かりますけど、名前なしでも分かります。バカリズムもこんなに省略。というわけでちょっと曲がりますね。そうすると轟さんの絵があります。轟さんの絵です。轟さんの絵です。絵です。というわけで今回はなんと絵ばっかり、立体がないんですよ。いつもは立体があるんですけれども、そこだけちょっと寂しいけど、まあ絵がいいからいいですね。ちょっとこの宮沢賢治はいつもと描き方が違いますね。三島由紀夫、藤田嗣に靴口、あー、熊谷森和も描いてんだ。横尾忠則、海保健、あれ、みんな猫持ってるのに海保健だけ魚。なるほど、オチがあるわけですね。はい、じゃあこちらも一ちょっと撮っていきますね。こっちも名前が入ってますから画像でお楽しみください。とどろきさんでございました。猫アンド巨匠のこんなものも置いてありました。そして佐藤さんです。いきますよ。まず引きで取ります。引きで取って、もちろん鎌倉殿、鎌倉殿の一番この絵が大好きなんです私。いいですね、この墨の感じ、これが一番好き。私見てるんですよ。佐藤 B さんって書いてますね。荒垣結衣さん、佐藤二郎さん、娘陽さん、あれ 1,2,3,4,5 枚しかないと思ったらまだまだこちらにありますよ。あります。
というわけでした。で今回はプラスそれにチューブの方をご招待してます。ちょっと見ていきましょう。まず本田静子さん、菊池さんです。ちょっと待ってください。なんとアップリケでございます。生原稿というか生刺繍、生アップリケです。本田静子さんでした。そしてなんとコピーなんですけれどもアクリルで描いているそうです。菊池さんです。そして西野さんでございます。そして大岡さんでございます。そして綺麗ですね、渡辺さんでございます。そして新海さんでございます。そしてそしてちょっとそうなんです。こっちからはテドロスさん、こっちからはベンチジさんですね。というわけで見る方向によって違う作品でした。すごいですね、珍しい。で最後にプーさんですね。言っちゃった、プーさんって言っちゃった。近藤さんです。とちょうどお会いできたのがこのモデルの一慶さんに渡ししてる写真がありました。どうでしょうか、一周しました。たくさん来てくださっています。そして出ていくとこんな感じでございました。あ、そうだ、私の方もうちょっと説明しようかな。やっぱり自分の絵も少しだけ説明します。あら、大先輩が来てました。写したら怒られるかな。はい、来てくださったんでありがとうございます。生きてて会えたよ。会えました、よかったです。会えてよかった、生きて。というわけで私の絵もちょっとだけお笑いでまとめて角っこのスペースをいただいたのでこんな風にあり、たくさんあります。そして今は笑いたいというテーマでお笑いの方をいっぱい描きました。なんて日だ。こんにちは。君ミキ、君ミキ、いや君もミキなどなど、ちょっといろいろ描いてみました。いっぱい描いたんです、数でしょう。そして笑点の人も描いて、ちょっと残念でしたね。描いてみました。河原智子、テーマは今を笑いたいでした。そうですね、自分の作品も紹介させていただきました。井上ルネッサンスでした。ありがとうございました。